やや肌寒い風が左から右に吹き抜けます。横浜の三沢球技場です。第2回ワールドユースサッカー選手権大会の B グループソビエトとウルグアイの試合が先ほど4時20分に始まりまして、今前半10分を経過したところ、両チームまだ得点がありません。右から左、赤いユニフォームがソビエト、左から右、水色のユニフォームがウルグアイチームであります。両チームともすでにベスト8進出を果たしておりますが、この試合で勝った方が準々決勝でこの三沢球技場で残って試合をします。敗れた方が神戸の球技場の方に移動しなくてはなりません。両チームともその辺のところはよく知っておりまして、やはり今日のゲーム必勝を期しております。前半今11分になろうとしておりますが、右から左に攻めるこの赤いユニフォームのソビエトが押し気味で進んでおります。今日のこのソビエトウルグアイ戦の解説は全日本の監督であります下村幸男さんです。下村さんは3日前にソビエト、そして北朝鮮から遠征を終えまして、この日本に帰ってきたばかりということでございます。下村さん、一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。前半はやはり 6-4-7-3 ぐらいでソビエトをしておりましょうか。そうですね、まあ、シュート数を数えてみましてもですね、はい、それだけの差がありますね。あ、そうですか。10分の間にソビエトのシュートが6つ、ウルグアイはまだ1つしかありません。いわゆる組織力のサッカーをしますソビエトと個人技に頼りますウルグアイ、この辺もちょっと面白いこう顔合わせになりましたですね。そうですね、全く対照的な顔合わせ、はい、予選リーグの中では最もいいカードと言っていいと思うんですね。なるほど。これは南米の1位、そしてヨーロッパの1位同士ですね、はい、それから、まあ、特徴的なところを、まあ、簡単に言いますと個人技と組織のサッカーというようなことでございますね。今ボールを持って左から持ち込んでいるのがソビエト7番のオレフィレンコ、ソビエトのスローインです。これがソビエトのメンバーです。ゴールキーパーがチャノフです。右の数字が年齢を指しております。ゴールキーパーチャノフ、そして2番と3番、この長身のバックスを抜くことはなかなか困難であります。ウルガイ、4番にハチャトリアン、5番がポルカロフです。今日はハーフにラデンコ、オレフレンコ、ポノマリョフというこの3人を起用しております。そしてフォワードは6番のドマンスキー、キャプテンを挟んでタラント、グリノビッチ、この辺は激しく目まぐるしく動き回っておりますソビエトです。今ウルガイがソビエトの中に攻め込みましてフリーキックを得たところ、この位置左45度、距離はかなりあります。中央です。強烈なシュートは3番の ゴロブニア、フルバックの選手なんですが、今すごいシュートを放ちました。これがウルグアイの先発メンバー、キャプテンのゴールキーパーのアルベス、そしてフルバックはカセーレス、アラギッチ、モリーナ、ゴンザレス、これはほとんど変わっておりません、過去2試合と。右の数字は年齢です。そしてハーフがマルチネス、バルガス、バリオス、フォワードがパスト、レベレス、ビエラ、ウルグアイの方もベストメンバーで臨んでおります。個人技対組織力という本当に典型的な両チームの対戦となりました今日のこの D グループの試合であります。ここでまたゴールキーパーのアルベスにボールが渡りました。これがキャプテンのアルベスであります。183センチ78キロと非常に恵まれた体。下村さん、はい、両チームともこの守り、特にバックスの2番3番というのは本当に強いですね。そうですね、まあ、上背もありますし、はい、ただゴール前に上げただけではですね、キーパーも強いし、なかなかゴール得点することは難しいですよね。15番のウルグアイのモリーナの強烈なサーブでしたが外れております。この白いひげをシュートですが外れております。白いひげを生やしている方がベンタンコール監督です。ウルグアイの監督、49歳。ソビエトのゴールキックと変わります。
ッカーはチャノフ、ゴールキーパーはチャノフです。風下がソビエト、ソビエトがボールを奪いました。10番この人がタランです。なりません、笛はなりません。やや不満そうなタランですが、ウルグアイのボールです。そしてウルグアイ懸命に追いますが、ホイッスルです。ウルグアイに反則です。今反則にはなりましたが、あのウルグアイの9番のパスですか、はい、なかなか素晴らしい子を出足してますね。そうですね、あの個人技が素晴らしいですね、またあのボールを持つ前の状況判断といいますか、それが非常にいい選手ですね、はい、今前半15分を過ぎました。40分ハーフのこの試合です。ソビエトのスローイン、ソビエトは第1戦ハンガリーを5対1ギニアを3対0と破っています。一方のウルグアイはギニアを5対0ハンガリーを2対0、両チーム仲良く得点が4点、そして得失点差も7ということで全く並んでおります。ウルグアイがボールを持ち込みました。15番これがモリーナ、しかしすぐにソビエトがボールを奪い返します。ウルグアイのそのパスがもう一つこのゴール前に来てつながりませんが、そうですね、まあ逆にソ連のバックスが強いということも言えるわけですけども、はい、やはり右のウイングの7番ですね、ソビエトですか、いやウルグアイの、ウルグアイのバルガス、はいはい、こちらから攻めた時にいいチャンスができてるんですね、はあはあ、今のところそれが生かされてないということでゴール前の鋭さを変えてるわけですね、はい、ソビエトがフリーキックを得ました。ハーフウェイラインを越えましたウルグアイ、これがパス引っ掛けられましたが笛はなりません。今なんかも9番のパスが引っ掛けられました。強引にこう持ち込むといういかにもウルグアイらしい展開ですね。そうですね、まあ、やはりある程度スピードをついた攻めに対してはですね、はい、ソ連のバックスはその体を使って止めないと止められないということなんですね、はい、10番のパス、そして10番ラデンコが持ち込みますが、15番のラデンコが持ち込みました。この人です。足を引っ掛けられまして、この位置からのフリーキック、タランからボールがラデンコに渡りましたが、完全に引っ掛けられております。蹴るのはキャプテンのドゥマンスキー6番、この人は長身のソビエトの中にありましては比較的小柄です。その隣7番がオレフィレンコ、オレフィレンコのキックもかなり強烈です。この人です、オレフィレンコです。やはり7番のオレフィレンコに打たせました。オフサイド、ソビエトも押してはいるんですが、もう一つ決定的な形になりませんが、そうですね、シュートを打っているのがですね、遠めのとこからハーフがシュートを打つという形ですね、はい、決定的に終わったのはまだないですね。10番のビエラが持ち込みましたが、さあこちら側に中央にパスがおります。スローインはウルグアイ、ウルグアイはこの入れるビエラ、そして近くに行ったこの9番がパス、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。ソビエトのゴールキックと変わりました。なかなか両チームともこの2番3番のバックスが非常に硬くて抜くことができません。16番なんかこう今のような攻め見てますと、こういかにも南米スタイルだなという感じもするんですがね。そうですね、まだあれで、もう一つパスが通りますとね、ええ、非常にいい形になるわけですけど、ね、はあはあ、まあ、その前の段階で潰されているというのが、まあ、両軍の攻めあぐんでる原因になっているわけですね。ウルグアイのベンタンコール監督は
個人技はもちろんなんだけども、うちはその力強いチーム作りを目指してるんだということをおっしゃってましたね。あ、なるほどね、それはですね、やっぱりあのこのユースのチームだけではなくて、はい、南米のチーム、ナショナルチームもですね、共通して今そういうその動員ですか、技術はもともと非常に高いと。そうですね。ですからあのヨーロッパ勢に対抗するためにはですね、あのある程度のパワーをつけなきゃいけないということをあの言っておられますね、はい、これは今南米の各チームの共通したあの課題となっていると思いますね。あ、そうですか。やはり力強さがないと、こういうソビエトの大きな選手をやっぱりこう相手に戦うのは苦しい、そうなんですね、ということですか。まあ、あのソビエトだけじゃなくてヨーロッパ勢に対する、はい、その対抗していこうとすればそういうものをつけなきゃいけないということですね。今前半20分を経過しました。依然として両チーム得点がありません。ハーフウェイラインを挟んでの攻防が繰り広げられております。風上がウルグアイ、左から右に攻めております。右に振りました11番のグリノビッチ、そしてその前をパスが走っています。この10番がパスです。なかなか柔らかい選手。コーナーキックか。コーナーキックです。そうですね、この10番のあのタランですね。あ、タランですね、失礼しました。あのソビエトの選手の中ではですね、一つはしなやかですね。そうですね、非常に珍しい選手ですね。179センチ74キロと大きな選手なんですが、なかなか柔らかい。7番のオレフィレンコが切ります。キーパーのアルベスがかろうじて取りました。キャプテンのアルベスです。この蹴るのがオレフィレンコ。今パスがずっと後ろ下がり目にいたんですが、キーパーがやはりいいですね、強いですね、はい、両チームともキーパー含めまして守りの方は非常に硬いものがあります。ウルグアイのスローインです。どうなんでしょう、両チームともなんとなくこうまだ自分のペースというのを掴んでないような気がするんですが。そうですね、やはり本来の力はまだ出てないと思いますけどね、はあ、それとやはりあの選手が大きいんで、なんとなくこうもう一つこうスピーディーにかけるように見えるのはやっぱり大きいせいなんでしょうかね。そうですね、あのやはり実際にグラウンドに降りて対処しますと相当スピードあると思いますね。ウルグアイのコーナーキック、前半これが初めてです。キーパーのチャノフ、今のシーンです。こちら側に3番のアラギッチが上がっておりますが、その同じような状況ですね。そうですね、さっきのソビエトのコーナーキックもそうでした。その前にゴールラインを割っておりました。ソビエトが出しましたので、一旦外へ出たやつがカーブして入ってきたんですね。なるほど。下がってまあゴールキックという感じですが、まあ、今はですね、はい、ソ連とそれからウルグアイ両方にあのコーナーキックありましたけどね、やはりただ漠然とゴール前に上げたんじゃキーパーにほとんど取られますね。あ、ですから最近はですね、蹴る人がカーブをかけたりね、はい、いろいろ。さあパスです。9番がパス、懸命に戻ります。ソビエト、しかし笛が鳴りました。コーナーキックです、ね、コーナーキックです。コーナーキックでやります。やはりキーパーが出てこれないようなですね、はい、曲がるようなボールを、ね、キックを打たなくてはいけないということ、そういうことなんですね。さあそのチーム見てみましょう、はい、ウルグアイが2つ目のコーナーキック、蹴るのが10番のビエラ、ちょっと遠めです。3番がアラギッチ、ソビエトの4番のハチャトーリアンが倒れておりますが、ソビエトのフリーキックですか。そうです、まあ、両足を上げて危険な、はい、プレーというんですね。あ、ナイスをやりましたね。確かに今下村さんおっしゃったように、こうコーナーキックもうまくいかないと
大体はこうなんて言いますか、あのバックスが大きいんでキーパーあるいはバックスにもほとんど下がりますね、はい、ですからまあカーブをかけて蹴るかですね、はい、あるいは低い強いボールを通すかですね、そういった工夫がやはり必要ですね、まあ、両チームとも今のところカーブをかけてやや大きめのボールですか。そうですね、この次あたりからちょっと変わってくるかもしれませんね、はい、押しました。押し出されたのが10番のタランです。かなりソビエトとウルグアイ対照的なチームなんですが、対抗意識は持っております。いいボールが上がります。ゴール前、ちょっと15番のラデンクがトラップミスしました。5番がポルカロフ、8番バリオス、9番のパスですが、このウルグアイの9番のパス、非常にいいアイデアだったんですよね、はい、ちょっと大きく出ましたね。またウルグアイボールです。今度はソビエト、前に2人います。左に振りました。しかしタランにボールがつながりませんでした。左にタランが待っていました。すごい当たりです。13番のレベレス、左からこちら側にその前にパスがいます。どうなんでしょう、両チームともう一つこうパスがつながりませんがね。そうですね、あのどちらもですね、はい、やや守備的にゲームを進めてるんですね。と言いますのはあのソ連もですね、あの10番のタランとですね、はい、から11番のグリノビッ チ、はい、この2人を前線に残してですね、はい、あのドバンスキーも下がってますね。あ、 そうですか。そういうことも一つ、原因になってると思うんですね。いわゆる、まあ、2トップの形の格好になってるわけですね、はい、これがグリノビッチ、戻して15番がラデンコ、8番がポノマリョフ、ラデンコにボールが渡ります。そしてタランがこちら側中央、グリノビッチもいますが、これはちょっと大きすぎました。今ちょうどその2トップのタランとグリノビッチが2人ゴール前にいましたがね、はい、ですからあのハーフのラデンコがですね、はい、右 の空いてるスペースへ出てきましたね、はい、ああいうとこからチャンスをまあ作ろうと、こういうことなんですね。やはり両チームともある程度こう両サイドをえぐりませんとなかなか得点に結びつかないんですよね。あの真ん中の強いですからね、はい、このバックスからいいボールが出ますか。どうもちょっとやっぱり攻め上げんでるという感じでしょうか、はい、まあ、チェックも厳しいなんですね、そうですね。7番のオレフィレンコ、そして10番のタラン、これがタランです。折り返すことができますか。コーナーキックです。ソビエトのコーナーキック、これが前半4つ目。さあ先ほどまではややカーブをかけた遠めのキックでセンタリングして上げておりますが、7番のオレフィレンコ、低いボールでいきましたね。低いボールですね、はい、もう一度ですか。そうでしょう、もう一度です、はい、もう一度コーナーキックやり直し、7番のオレフィレンコがキッカーです。外へどうやら出てしまったようです。三沢球技場、新しいボールが入れられました。さあ今低いボールだったんですが、今度はどうしましょうか。キッカーはこの人、7番のオレフィレンコ、中央にラデンコがおります。低いボールですか。クリアされました。まだ出ておりません。ソビエトボール、これがハーフウェイライン。3番がゴロブニア、
5番がポルカロフ、7番がバルガス、ソビエトボール、キャプテンのこれがドマンスキーです。下がっております。7番のオレフレンコへ、オレフレンコが走ります。そしてやはりこの中盤もなかなかパスでつなごうというのは難しい両チームです。今前半30分を過ぎたところです。この試合は40分ハーフであります。しかしこの下村さん、ボールに対するこうなんて言いますか、粘りと言いますか、執着力と言いますか、大したもんですね。そうですね、まあ、やはりボールのあるところでの1対1、どちらがボールを取るかというとこから、はい、試合ものは決まってきますんで、そういう意味でもボール際両方とも非常に強いですね。なるほどね。守りを両チームとも固めているということで、もう一つ、中盤から前線にいいボールがつながりません。これがパスです。ウルグアイのナンバー9パス。そして10番のビエラが左から行きます。シュート、わずかに遠すぎました。ビエラの左足でのシュートはわずかに大きすぎました。今のシーンこのパスですね。うまいボールを出しますね。本当ににくいようなところで出しますね。わずかに大きすぎました。かろうじてピンチを逃れましたソビエト。この人が今シュートを決め、したビエラです。さすがにここっていう時になるとさーっと出ていくのは素晴らしい速さですね。速さを持ってますね。まあ中盤のパスはですね、やや取り気味なんですね。おそらく負傷してですね、まだトレーニングが十分ではないんじゃないかと思うんですけど ね、彼が完勝であれば本当に素晴らしいプレーヤーだと思いますね、はい、ウルグアイの9番のパス。国ではやはり例のアルゼンチンのマラドーナとよく比較されるそうですよね。そうでしょうね。もう彼は必ずナショナルチームのですね、ファンになって出てくると思いますね。それだけのものは持ってますね、はい。この人ボールを持っているのがパスです。いいボールを出しました。コーナーキックです。まあ、今のような相手の背後で出すパスが非常にうまいですね。今度は長いボールを出しました。しかしキーパーがダイレクト。ドマンスキーキャプテンです。ハーフウェイラインを越えました。先ほどソビエトの方が2人のトップ、いわゆる2トップだということだったんですが、ウルグアイの方はどうなんですか。これはもう 4-3-3 と一定でしょうね。そうですか。これがウルグアイのゴールキーパーのキャプテンのアルベス。15番ラデンコ、左にグリノビッチがいますが戻ります。2番のパセーレス、そして15番がモリーナ。ソビエトボールチャンスです。ラデンコ、あっと引っ掛けられました。ウルグアイの反則です。今のシーンです。ここで出そうというところで後ろから行って引っ掛けました。ソビエトのフリーキック、いいボールが行きますが、この辺りは両チームとも守りはまずどうですか、しか完璧と言ってよろしいですかね。そうですね、ソ連の方はですね、はい、
先ほど右側から攻めましたけども、スペースへ走り込むというのが一つの特徴なんですね。ウルグアイのバックがですね、そのスペースをなかなか作らさないということで、攻めあぐんだわけですね。なるほどね。前ですね、10番この人が絡んです。非常に、しかし今度は相手のゴールゲッターのパスに渡りました。これはなりません。左からビエラ、パスにボールが行く、シュートを打つか、シュート、バックスに当たりました。激しいボールの奪い合い、ソビエトボール、ソビエトボールです。ウルグアイの反則です。35分が今過ぎました。前半本当にこうやっぱり両チーム得点になかなか結びつけない、やっぱりバックスがいいということなんですか。特にですね、はい、前半から今35分経ちましたけどね、はい、まあ、この辺りは様子見るということ、守備的にやっているということ、はい、それからまだマークがきちっとしているということでですね、はい、まあ、なかなか点には結びつかないということなんですね。ただウルグアイの方がですね、若干ボールが持てるようになってきましたね。それだけでチャンスも出てきておるわけですけども、はい、これからだんだんとバックラインを崩す場面のが多くなってくるんじゃないでしょうかね。ドマンスキーのいいシュートですが、しかしキーパーの正面でした。前半36分正面でのフリーキック、ドマンスキーキャプテンのシュート、直接ゴールを狙いました。6番がドマンスキーです。ちょっと弱かったですかね。そうですね、カーブはかかってるんですけども弱かったようですね。そうするとどうやら、まあ、あと残り3分少々ありますね。まだ分かりませんが、勝負は後半にかけられそうだということでしょうかね。大きなボールですが、これも後ろ、まあ、今のセンタリングゴールの後ろに出ましたけどね、はい、やはり6番のドマンスキー、右側の空いたスペースへ走り込むと、そこからまあチャンス作ってるわけですね。まあ、これがソ連の一つの攻め方の特徴だと思いますね。はい、今ソビエトのベンチがちょっと映りましたが、試合前もやっぱり南米のサッカーというのはうちは知ってるんだと、したがって自分たちのいい状態でやれば勝てるんだということをおっしゃってましたよね。まあ前回優勝ですし、はい、自信を持ってやっておられるでしょうね。なるほど。前回のこのワールドユースで優勝しましたソビエトと第4位のウルグアイ、この両チーム決勝トーナメントで顔を合わせておりますが、その時はやはり0対0でした。ペナルティーキック合戦の末、ソビエトが4対3で勝っております。まあ、その辺のところ下村さん、やはりウルグアイはですね、0対0引き分けて PK 合戦で負けたとは言いながら、やはり負けは負けということでかなり闘志を燃やしているようですが、そうでしょうね。ソビエトがハーフウェイラインを越えましたが、しかし素早く今度はウルグアイボール、7番がバルガス、バルガスのドリブル、個人技です。ドリブルです。バルガス、キーパーが出ます。チャノフが軽うじて抑えました。ああいう時にこう先ほども9番のパスもそうでしたが、スーッとなんかこう抜ける時がありますね。やはりドリブル入る姿勢がいいんですね。だんだんとウルグアイの方がドリブルで崩していくという場面が多くなりましたからね、はい、そうですか。面白くなってきますね。3番のボローニア、いわゆる個人に得意のウルグアイのサッカーが徐々にではありますが出てきているということでやります。今38分30秒過ぎまして、40分ハーフ、時間が少なくなってまいりました。前半です。ウルグアイのスローイン、攻め編んでいるソビエト、オフサイドです。今の笛はオフサイド。しかしソビエトもバックスがハーフウェイラインまで上がってきました。
これもあと時間があまりないということで勝負をかけてくるんですか。いや今のは、はい、明らかにオフサイドトラップをかけたわけですね、はい、両ともバックスの上がりは早いですよ。あ、そうですか。引っ掛けました。さあソビエトがいい位置でのフリーキックです。前半まもなく40分になろうとしているところで、おそらくソビエトにとってこれが最後のチャンスでしょう。この次でここで引っ掛けられました、タランですね、はい、10番のタラン、倒れているのはこの人タランです。ソビエトのポイントゲッターでもありますし中心選手でもありますタラン、痛そうです。さてこの位置でのフリーキック、ちょうどゴールの正面、6番のドマンスキーが蹴りますか。キャプテンちょーんと小さいのを上げました。そして前半終わりですね。ここで笛が鳴りました、はい、前半です。この笛の吹き方も各国のレフリーによって非常に特徴がありまして、私たちもそれぞれのレフリーになれなくてはなりませんが、ややもう一つピンときませんでした。これで40分の前半が終わりまして、両チームまずお互いに下村さん守り合ったというところでしょうかね。そうですね、まあ、どちらかというと守備にまず重点を置いて相手の出方を見るというやり方でしょうね、はい、ああ三沢球技場のソビエトウルガイ戦、どちらも勝ち点4、2勝ずつを挙げまして今日この、予選リーグの最終戦を迎えておりますが、ご覧のように両チームとも前半は得点がありませんでした。まあ、やはり下村さんがおっしゃったように、前半はどうしてもこう両チームとも様子を見るということで点は挙げられませんでしたが、はい、まあ、それだけじゃなくて、はい、マークの方もきっちりやってたと、なかなかそのバックラインが崩れなかったと、はい、いうことも一つあると思いますね。あ、そうですか、はい、そうするとこのバックラインを崩すということは後半、まあ、それぞれこのハーフタイムの間に秘策を練るということになりますかね、はい、これがウルグアイの国旗です。とにかく南米から3チームやってきておりますが、非常に熱狂的な声援がこの三沢球技場あるいは大宮のサッカー場で、行われております。応援団がウルグアイから100人ほど来ているということです。そしてこれがウルグアイ向けのラジオの放送です。私たちのテレビ放送のちょっと離れたところにありますが、もう4つのラジオ局がそれぞれアナウンサーを派遣してきておりまして、下村さん、この一昨日の試合の時に見てたんですが、はい、もう立ち上がってですね、もう熱狂的な、本当にこう声を枯らして放送という感じですね。そうですね、まあ、我々が水野さんなんかもそうですけど、放送されてるスタイルとは全く想像できないような、そうですね、熱狂的なですね、なんていうんですかね、もう絶叫に近いですね。絶叫ですね、まさに、はい、そういう放送の仕方ですね、はい、まあ、これも国民性というんでしょうかね、はい。で、一つ特徴的なことを言いますと、もう自分のチームが攻めているときはですね、はい、その絶叫に近いんですが、相手チームが攻めますとこう黙ってしまうんですね。そうです、これはね、しかし、まあ、どこ行ってもそうですね。あ、そうですか。昨日のですね、はい、日本とあれですね、メキシコ戦で、はい、メキシコに点を奪われたときは日本の応援団もシーンとしてましたからね。そうでしたね。そうすると日本の応援の方も国際的になってまあ、そういうことですね。なりましょうかね、はい、さてそういう、まあ、国際性豊かなこのワールドユースサッカーが、今日はこの三沢球技場とそれから埼玉県の大宮サッカー場でも行われております。このワールドユースサッカーは4つのグループに分かれて予選リーグが行われておりますが、今日が最後の日ということになりまして、すでにそれぞれのグループから8つのチームの決勝トーナメント進出が決まっております。これが A グループ、日本は昨日メキシコに敗れまして進出することができませんでした。 A グループからはスペインとアルジェリアがそれぞれ勝ち点2を挙げまして決勝トーナメント進出を果たしておりますが、ご覧のように得失点差が1、スペイン、アルジェリアともに1ということになりまして、まだどちらが第1位、そのグループの1位ということは決まっておりませんで、明日の11時に抽選を行いまして、どちらが1位かということを決定するわけです。それによりまして、
準々決勝の最初の試合で、戦う場所球技場が決まるわけであります。 A グループの1位は埼玉県の大宮サッカー場、そして A グループ2位は国立競技場ということになりますので、この辺が微妙に響いてくるものと思われます。これが A グループです。そして B グループの方もすでにポーランドとそれからアルゼンチン、この両国の決勝トーナメント進出が決まっておりますが、今日この両チームは大宮サッカー場で試合が現在行われておりまして、勝った方が、B グループの1位ですから、国立競技場、そして敗れますと大宮サッカー場ということになります。この辺は得失点差も絡みまして非常に微妙になってきております。明日の11時に、抽選が行われることになっております。そして C グループの方、これは神戸で行われておりますが、行われておりましたが、すでに、パラグアイとポルトガルの決勝トーナメント進出が決まっておりまして、C グループの1位がパラグアイです。したがってパラグアイは神戸で決まりました。それからポルトガルがこの三沢です。ポルトガルはソビエトかあるいはウルグアイ、どちらか勝った方と試合をすることが決まっております。そしてこの三沢球技場では現在 D グループのソ連とソビエトとウルグアイの試合が行われておりますが、ご覧のように両チームとも2勝を挙げまして勝ち点が4ずつです。そしてその丸の下に小さな数字がありますが、これが左が勝ち、得点、右が失点です。したがってソビエトは今、得点が8、失点が1ということで得失点差7、一方のウルグアイは得点が7で失点がありませんので、やはり得失点差は7ということで、まだどちらがこの三沢球技場に残って準々決勝を戦うか決まっておりません。まあ、下村さん、やはり、はい、このあと準々決勝、準決勝、そして、決勝と行くためにはやはりなるべくその移動をですね、少なくしたいというのは両チームのこれは人情でしょうね。そうですね、まあ、関係者の方がですね、はい、こういった大会で非常に気を使われるのはですね、食事の問題、はい、それから睡眠の問題ですね。ですから宿舎が変わってですね、はい、まあ、ベッドが変われば寝にくいというような問題がありますね。それから、まあ、食事もですね、どんなものが出るか、ここしばらくいたホテルでやればもう心配ない、はい、そういったことをですね、やっぱり少しでも避けたいということでしょうね。ああ、そうですか。はい、まあ、したがってそれともう一つはですね、最初今日ですね、はい、もうすでに試合の終わっているところはその1位か2位かを決める抽選が行われる予定だったんですが、はい、そうすると残っている三沢と大宮の試合がですね、微妙にその相手のですね、対戦相手を考えて、作戦的に、微妙になってくるということで、そうですね、抽選が明日に延ばされたようですね、はい、それはもう公平を期する意味ではですね、はい、やはり明日抽選というのが妥当なところだと思いますね。あ、そうですか。したがって昨日NHK の放送では今日その抽選が行われると、まあ、お伝えしたわけなんですが、その抽選は、明日の11時ということになっております。この辺はやっぱり国際試合となりますと神経使うわけですね。そういうことですね。あ、まあ、ちょっとしたそういう移動とかですね、対戦相手というのは非常に大きな今後のその成り行きに影響しますんでね。そうですね、はい、昨日もですね、日本がベスト8進出なるかどうかという、前の試合でスペインとアルジェリアの試合がありましたが、スペインがややメンバーを落としてアルジェリアに敗れてしまったということで、試合が終わった後この記者会見でもだいぶこうスペインの監督がですね、まあ、吊るし上げというわけじゃありませんが、こう質問されてましたですよね。そうですね、まあそういったことを意識的にやったとは思いませんけども、はい、まあ、ある計算はされておったんじゃないかというふうに思いますね。やはりプロ主体の外国チームになりますと、こう勝つことへ対する飽くなきこう執念といいますかね、はい、そういうものも昨日の記者会見で私なんか感じたんですよね。そうでしょうね。やはりユースといえどもですね、これは兄貴分のですね、ワールドカップに通じるわけですからね、はい、やはり国を挙げてのその声援もあるだろうし、やっぱり一国をその代表してきているというプライド、はい、これはもう絶対負けたくないというようなものをですね、はい、当然どのチームも持っておるわけですね。そうですよね。
さてこの今ソビエトの関係者が映っておりますが、下村さんの全日本の代表チームはソビエトとそれから北朝鮮を親善訪問されて、はいはい、帰ってこられたばかりなんですね。そうです。ソビエトチームはどういうところと対戦されてきたわけですか。8月の10日にハバロフスクですね、はい、日本海に近いところですね、まあ、いわゆる極東地域ですかね。極東地域ですね、まあ、ここへ参りましてね、アムール、それからハバロフスク、はい、それからあれですね、ナオとかウラジオストック、そういったところのチームと、まあ、対戦したわけです。いわゆる、まあ、地方リーグの一部リーグ、はい、ソ連の全体のリーグのその次に位置するリーグ戦のですね、はい、中の一部、チームと、まあ、対戦したわけです。ああそうですか、はい、そうするとその今日今ウルグアイと対戦しているソビエトのユースですね、はあ、方式というのはサッカーとの似てるんですか。それはねやはりナショナルチームのスタイルをですね、はい、この弟分が受け継いでると言っていいんでしょうね、ああそうですか。その地方のですね各チームのやり方というのはですねこれはいろんな特徴がありますね、はあ、そうするとやはりこういわゆるこう組織力といいますか基本に忠実なといいますか、そういったサッカー、そうですね、これはねもう非常にその、まあ、これも国民性でしょうね、はあまあ、真面目といいますかね、はあはあ絶対に手を抜かない試合ぶりとか、はい、まあ、ソ連の各チームに共通するですね、はい、まあ、特徴ですね、はい、したがって、まあ、我々としても非常にいい勉強になる。もう徹底して、叩くところは叩くということで、非常にいい勉強に、まあ、なりましたですね。あーそうですか。さて後半戦ウルグアイとソビエトどうなりましょうか。今度はサイドが変わるわけであります。この赤いユニフォームをつけているのがソビエトチーム、そして水色のユニフォームがウルグアイチームです。さて前半は下村さんおっしゃいましたように両チームともまずこう守りを固めて決定的な点が挙げられませんでしたが、はい、だいぶこう後半は作戦を練ってきてましょうね。そうですね、はい、さて、もう一度メンバーをご紹介いたしましょう。これがソビエトです、ゴールキーパーがチャノフ、そしてバックス陣はヤヌシェフスキー、ゴロブニア、この2枚が強いんです。そして4番がハチャトリアン、5番がポルカロフです。そしてハーフがラデンコ、オレフィレンコ、オノマリョフ、キャプテンのドマンスキーが6番、10番が先ほどからたびたびご紹介しておりますタラン、左のウィンがグリノビッチです。ウルグアイがこれがメンバーです。キャプテン、ゴールキーパー、アルベスです。フルバックがカセーレス、アラギッチ、モリーナ、ゴンザーレスです。ウルグアイのキックオフで後半が始まりました。これがマルティネス、バルガス、バリオス、パス、ペレス、ビエラ、ほとんど今のところこの高い放送席から見ておりますが両チームともメンバーは変わっていないようです。今度はサイドが変わりました。右から左に攻める水色のユニフォームがウルグアイ、左から右、赤いユニフォームがソビエトです。立ち上がりから両チームやや高いボールが上がるようになりました。ウルグアイの6番のマルティネス、10番がビエラ、さあどっちでしょうか。ソビエトのスローインです。ソビエトボールのスローイン、すでにこの三沢球技場の4基の照明灯に火が灯っております。この大会のために作られた照明灯であります。まだ滑り出しほんの数分なんですが前半とこう変化は見られましょうか。そうですね、まあ、今のところ特にないんですけども、はい、まあ、ウルグアイとしてはやはり個人的なドリブルで、崩していくということを徹底してやっていくんではないでしょうかね。それとソビエトは依然として2人トップに残してあとは守り、はい、それとマンツーマンですかね、まあ、一応こういう状態の時には、はい、マンツーマンを敷くと思いますね。厳しいマークを敷いております、はい、ソビエト。
前線へつながりません。ソビエトボールです。大きく足を上げました。ソビエトの反則です。3番のゴロブニア、この人です。今のシーンです。この辺もバックパスするのかなと思ってたら前へちゃんと持っていくんですね。そうですね、一応やはりそういったところでのキープ力には持ってますからね。はい、押し倒しました。ウルグアイチャンスです。ソビエトのゴール前シュート、16番のゴンザーレス。ソビエトです。中央から左にパス、ゴンザーレスがボールを奪い取りました。ウルグアイ、それと下村さん、両チームともですね、ディフェンスの選手でも攻め上がっていって、そして強烈なシュートを放ちますね。そうですね、まあ、今日はあまりそういったシーンが見れないんですがね、はい、ウルガイの3番のアラギッチですか、はい、なんかすごいシュート打ちますね。そうですね、はい、それから15番のモリーナ、こういったところも素晴らしいシュート力を持っております。ソビエトがちょっとウルグアイのお株を奪うような細かいドリブルを見せました。ソビエトのスローイン、この人がヤヌシェフスキーです。10番がパス、小さいボールを上げます。シュート、6番のドゥマンスキー、今度は速攻に移りますか。この辺が南米のスタイルがどうなりますか。あっとオフサイド、これは10番のパスがオフサイド、タランがオフサイドであります。ソビエト、ソビエトの10番、この人がタランです。ソビエトのこの10番のタランと、それからウルグアイの9番のパス、この両者がまあ一応センターフォワード的な存在なんですが、比較しますとかなり違いはありますか。そうですね、やはり9番のパス、はい、彼の方が少しまあ強引さを持っていると言いますかね。そうですか、10番のタラン、トレンのタランはやや火弱いところがあるという感じなんですね。はい、まあ、うまさにおいてはあまり両者変わらないと思います。はい、今ウルガイが後半最初のコーナーキックを得た、そのキックですがキーパーに当たっております。ソビエトのチャノフ、キーパーが出ました。しかしチャノフのこのなんて言いますか、さーってこう素早い反応ですね。そうですね、ですね、ペナルティエリアいっぱいで取ってますからね、思い切りもいい。そして今度はこちら側アルベス、両チームともお互いにキーパーがいいプレーを見せ合いました。守備範囲が広いですね。はい、後半5分が過ぎました。11番がグリノビッチ、4番がハチャトーリアン、そして16番の15番のラデンコが上がってきました。しかしダメでした。11番のグリノビッチが上がります。折り返しません。ソビエトが後半いい格好になったんですがダメでした。大宮サッカー場の途中経過が入りました。アルゼンチンとポーランドは前半終わって3対1でアルゼンチンがリードしております。アルゼンチンとポーランドのベスト8進出はすでに決まっておりますが、どちらが1位になるか、勝った方がもちろんそのB グループのトップになるわけであります。さあ今度はウルグアイが速攻に移りたいところ、7番のバルガスが身を走っている。前半とはやや趣が変わりまして、ウルグアイがボールをキープする時間が長くなりました。パスにボールがつながりませんでした。ウルグアイのチャンスで10番のビエラ、ウルグアイのスローイン。やはりソビエト2トップということで守りを固めてますので、なかなか前線へはいいボールいきませんか。そうですね、まあ、一発でですね、いいボールを狙うんじゃなくて、はい、2トップと狙いとしてはですね、まあ、両
サイドですね、オープンにスペースを空けておくということの狙いが一つあるんですね、はい、ですからそのスペースへパスをボールを出して、はい、誰がそこに走り込むかと、でそこで繋いだ時はチャンスになってくるわけなんですね。あ、そうですか。まあ、ウルガイが出ます。6番のマルティネス、スローインですが、スローインでしょうね、はい、まあ、やはり後半に入って少しその激しくなってきましたですね。あ、そうですか。個人個人の当たり、はい、それからやはり突破しようというその動きですね、それは両方とも出てきましたですね。戻しました。何かこうソビエトがウルグアイのこう気迫、個人技に押されてるっていう感じですね。もうちょっとやっぱりスペースで走り込む人が多くないといかんでしょうね。あ、そうですか、はい。タランにボールが回りました。10番がタラン、しかし2人がかりでボールを取られました。結局あそこへ出した後どういうふうにつなぐかということが課題なんですね、はいはい、ビエラからパスへ、そしてウルグアイのフリーキックが変わります。このひげを生やした人がウルグアイのベンタンコール監督です。長い間プロの選手として活躍しました。シュート、6番のマルティネス、今のやや遠めのとこからシュート、これはいかがですか、ね、まあ、あの若干戦局がまあ膠着しているといいますか、はい、そういう時ですからこのシュート自体狙いは良かったと思いますね、はい、キーパーのアルベスがかろうじて逃れました。ソビエトのチャンス、これがタラン、非常に柔らかい選手、足をかけられましたが笛はなりません。あっと今なりました。さあ、いい位置でソビエトがフィールドを得ました。前持ち込み方しましたですね。これがウルグアイの放送局です。ラジオ放送のアナウンサーでしょう。この位置、いい位置からのソビエトのフリーキックです。これは後半、ソビエトにとっては願ってもないチャンス。まもなく後半10分になろうとしております。低いボール。さあ、外からシュートを打てますか、打てません。大きくクリアしました、ウルグアイ。しかし前衛後半10分を超えました。先ほどソビエトの10番のタランがこちら側にいまして、今左側ですね。そうですね、やはり、まあ、あのオープンからチャンスをつかもうとしておるわけですね。そうするとやはりウルグアイとしてもこのタランに対してはぴったりマークしている2番のカセーレスあたりですかね、はあ、でまあオープンで持たせてそこからあんまり仕事をさせてないんですね。ああ、なるほどね、ウルグアイの10番ビエラ、ソビエトのスローインです。両チームとも後半に入りまして、まだ決定的なチャンスを掴んでおりません。前回のこのワールドユースサッカー大会では0対0 PK 合戦の末ソビエトが勝っております。ウルグアイボール、6番マルティネス、ビエラ、やはりあの下野さん、守備を固めますとね、あの外国チーム同士でもやっぱりこういうこうなんて言いますか、膠着したゲームってのはやっぱり往々にしてあるもんなんですか。
そうですね、まあ、あの部分的にはかなり激しい、あの突破を試みているわけですね、非常にそのただ単に、ゴール前に引いて守備を固めているということじゃないんですよね、はい、ですから、まあ、ソ連の方ですとあのオープンスペースでボールが出た後どうフォローしてゴール前に蹴ってペナルティのチャンスを作るかと、はい、そういうところまで、まあ、一歩行ってないということですね、はい、それからウルグアイの方もですね、やはりドリブルである程度崩しかけてるんですけども決定的なところまで崩してないということで、あの両方とも、攻める意欲というのは非常に持ってやってるんですね、はい、なおあらかじめお断りしておきますが5時半からはニュースのためサッカーの放送は3分間中断させていただきます。どうぞご了承ください。後半に入りまして両チーム得点なし、後半の今13分を過ぎたところです。まあ、そういえばあのソビエトもですね、ヨーロッパ予選では7試合で失点0、またウルグアイの方は南米予選で6試合で失点わずかに1、やっぱりそれだけ守りが固い、この試合を見ててもそういうことは言えますか。そうですね、それのみならずですね、はい、あの得点もあ非常に両方とも多いんじゃないですか、そうですね、はい、ですから一歩間違えればもうどんどん得点するというだけ の、 その能力は持ってるわけですね。なるほどね、はい、さあこれはどちらでしょうか。ゴールキックですね。ゴールキックです。コーナーキックですか。いや、ファールを取ったんですね。ファールですか、はい、これは、ね、ソビエトにとりましていい地点でのフリーキックであります。フルバックの2番のヤヌシェフスキーが上がっていきました。そしてゴール前には入試5人の選手が固まっておりますが、どういうボールを出しますか。低いボールです。シュートですがダメ。4番のハチャトーリアンが飛び出しましたがダメでした。キーパーのアルベスががっちりと掴んでおります。今のシーンです、まあ、はい、これはいい狙いですね、はい、やっぱりボールをいたしました、で、あのバックの前をですね一瞬先にタッチするという形で、まあ、シュートを狙ったんですね、はい、なかなかコーナーキックあるいは近い視点のフリーキックでも考えませんと得点に、はい、今日の試合は結びつきません。そうです、まあ、楽にはやらせてくれませんのでね。なるほど、まあ、コーナーキックとか近い地点でのフリーキックは本当得点のチャンスなんですが、はい、この試合に限ってはなかなかそうは言えませんね。そうなんですね、やはり一瞬先にボールをタッチしたところで勝負するというようなやり方でないと、はい、なかなか得点には結びつかないようですね、はい、どうもこの今の画面の一番奥の方がソビエトのコルシュノフ監督です。選手としての実績はあまりないんだそうですが、指導者としては実に経験長いものがあります。後半今15分に入りました。このユースサッカーは40分ハーフで試合が行われております。三沢球技場ウールガイウールグアイという大合唱大声援が始まりました。本国南米ウルガイからこの三沢球技場に100人の応援団が詰めかけております。ソビエト、これが10番のタラン、あっというボールです。パス、キーパーと1対1シュート、よく出ました。キーパーのチャノフ頭を抱えている。パス、ウルグアイが後半絶好のチャンスだったんですが、まあ、下村さんもキーパーのご経験がありますが、こういった時のキーパーの心理というのはどうなんですか。そうですね、もうね、もちろん何も考えませんからね、キーパーの方がむしろいいんですね。あ、そうですか、これはね、やはりフォワードにしたらいろんなことを考えると思うんです、どういうフェイントをかけようかというようなですね、どこで蹴ろうかとかですね、ですからもうキーパーの方のがですね、はい、こういう時は逆に強いですね。あ、そうですか。後半16分のところでウルグアイがいいチャンスだったんですが、9番のパス、ソビエトのキーパーチャノフにブロックされました。ウルグアイとソビエト前半0対0、後半に入りましても両チームよく守り合いまして、これまでまだ得点至っておりません。ソビエトがボールを取りましたが、こちら側のタッチに出そうです。それでは先ほどお断りしましたように、まもなく5時半になります。ここでニュースを3分間お伝えいたします。
ニュースをお伝えします。第88回臨時国会が今日召集され、来月3日大平総理大臣が所信表明演説を行うのに続いて、衆議院では5日と6日の両日各党の代表質問を行うことが決まり、来月7日に予想される衆議院解散に向けた舞台作りがほぼ固まりました。衆議院は今日午後1時から本会議を開き、臨時国会の会期を来月28日までの30日間とすることなどを決めました。このあと衆議院議員運営委員会は理事会を開いて今後の日程を協議した結果、来月3日の午前11時から参議院本会議場に天皇陛下をお迎えして開会式を行った後、午後1時から衆議院本会議で大平総理大臣の所信表明演説を行い、所信表明演説に対する各党の代表質問は1日置いた5日と6日の両日にわたって行うことが決まりました。これによって参議院でも来月3日の議員運営委員会の理事会で6日と7日の両日各党の代表質問を行うことを決める運びとなり、来月7日に予想される衆議院の解散に向けた臨時国会の舞台作りがようやく整うことになりました。次のニュースです。ニューヨーク発 UPI 共同によりますと、29日開かれた国連安全保障理事会でアメリカのヤング国連大使は、イスラエルがレバノン南部で取っている軍事行動をこれまでになく厳しく批判しました。この日の理事会はレバノンの要請で開かれたもので、ヤング大使はイスラエルがこの数ヶ月間取っているレバノン南部の村や難民キャンプを砲撃するといった軍事行動は受け入れがたいものであると、これまでにない厳しい調子で決めつけました。アメリカがイスラエルに対して厳しい姿勢を見せたのは、レバノン情勢の今以上の悪化がアメリカの中東和平政策を損なうことになると見ているためとみられます。次に、海外旅行の経験のない岡山県倉敷市の男の人が今日新生コレラ患者と分かり、厚生省では今年初めての国内感染とみて感染源の究明を岡山県に指示しました。新生コレラと分かった人は岡山県倉敷市に住む58歳の男の人で、今月22日から下痢症状を訴えていましたが、今日になってエルトール稲葉型のコレラ菌が見つかったものです。これまでの調べによりますと、この男の人は海外に行った経験がないということで、厚生省では国内で感染したものとみて感染源の究明を急ぐよう岡山県に指示しました。三沢球技場は依然として両チーム得点がありません。ニュースで中断中にソビエトが一度コーナーキックを得たんですが、得点に結びつけておりません。両チームまだ0対0、今後半ちょうど半分の20分が過ぎたところであります。あと残り時間は20分となりました。ウルグアイがボールをドリブルで持ち込もうとしましたが、ソビエトの反則。この人がビエラ10番左から、そしてその隣にパス、笛はなりません。6番がマルティネス、9番倒れているのがパスです。ソビエトの攻撃に変わります。ソビエトのスローインです。ウルガイがボールを取りました。ウルガイボールです。激しい当たり、ウルグアイの反則。確かに遠いところで見てますとなかなか分かりませんが、こういう近くへ来た時のプレー見てますとすごいですね。そうですね、両方ともですね、はい、点が入らない一つの原因としては、もう肝心なところでは体を張って止めると、はい、いうことをやってるわけですね。ですからなかなか破れないわけですけども、でその辺りもですね、割にこう傷んでないキョロッとしてますけどね、相当激しいもんですね。そうですね、はい、それだけ耐えられるような体を作ってると、はい、よくトレーニングしてるということですね。とても18歳、20歳もいますけども、はい、
飛ばしとは思えないぐらいのいい体です。ソビエトシュート、キャプテンのドマンスキーのシュートはダメ。今ご覧のようにバウンドして場外に出てしまいました三沢球技場です。この両サイドはあまり広くありませんね。ここで最後キャプテンのドマンスキー6番ですが、すごいシュートですね。今7番のポレフィレンコですか、はい、あそこでシュート打ってもよかったですね。あ、そうですか、ね、そしてウルガイの方がメンバーチェンジ、7番のバルガスが退きまして11番のブエノが出ました。7番のバルガス退いてブエノです。168センチ、この大きなウルガイの中にありましては比較的小柄なブエノがフォワードとして出ました。そうですね、やっぱりウルガイの攻め手として最初に申し上げましたけどね、はい、7番のバルガスかあそこからのチャンス今まで作ってたんですよね、はい、今日はどうも7番出てくる場面が少ないかったですね。あ、なるほど。ソビエトのタラン右からですが足をかけられましたが笛はなりません。ウルグアイボール、6番マルティネス、おっと今度は10番のビエラが引っ掛けられました。あと警告です。ソビエトの2番ヤヌシェフスキーに警告。今日の主審はポルトガルのダールス・ジャスさん、それから先進がスペインのラモ・カスティーリョさんとインドのドソーザさんです。まあ国際ゲームではあれぐらいのファールというのはまあ普通なんですけどね。そうですか、まあ、ちょっとあの試合全体が荒れてきましたから、はい、まあ、ここらであの注意をということで、ね、あの指針出されたと思いますがね。その辺がやはりこうなんて言いますか、レフリーが一つの演出者になるわけですね、まあ、試合運行をですね、スムースにやるためのあのそういう手段を取ったというふうに考えているので、ね、はい、まあ、そういう点やはりなかなかこの、国際審判員のあれだけありますね、はい、8番のこの丸中央にタランがおりますが、ウルガイがボールを奪い返しました。2番のカセーレス、そのウルガイのカセーレス、バックスがボールを持って上がります。オーバーラップしましたカセーレスです。そしてシュートを打つか、いいですね、どうですか、いいですね、足に引っかかったか、笛はなった、なりました、笛はなりました。この時点でのウルグアイのフリーキック、このカセーレスフルバックスイーパーあるいはストッパーの役割です。すごいスピードですね。そうですね、やっぱりこれだけ思い切ってしかもドリブルのコントロールされてますね、はい、こうしないと止まらないんでしょうね、体で止めないと、壁を作りますソビエト。後半に入りまして25分、ウルグアイがチャンスを迎えております。どうでしょうかね、この3番のアラギッチが行っておりますけども、 あと6番シュート入った、マルティネスのシュート入りました。マルティネスのシュートです。一つ考えましたウルグアイチーム、3番のアラギネスが行っておりましたが、アラギッチが行っておりましたがアラギッチではありません。1対0ウルグアイリード。いやしかしね、今のはやっぱりね、はい、アラギッチが出してるんですよ。あ、なるほどね、はい、非常にうまいとこ出してましたね、はい、そして6番のマルティネスが行きました、はい、いいタイミングでアラギッチからマルティネスにボールが渡りまして、最後マルティネスがシュート。1対0ウルガイリード。スタンドが沸いてまいりました。シュートを打ったところも良かったですね、はい、ちょうどキーパーの出てくる脇の下、はい、キーパーとしては泣きどころなんですね。あ、そうですか、はい、しかしたちまち今度は反撃に転じましたソビエト。コーナーキック、15番がラデンコ、そしてパスが右サイドこちら側におります。11番のグリノビッチもいます。3番のゴロブニアも行きました。シュートパス、タランです。タランのシュートは大きすぎました。頭を抱えましたソビエトです。蹴ったのが15番のラデンコです。そしてタランと10番のタランとしかグリノビッチがいますが、左足でタランです。10番のタランですがクロスバーを大きく超えました。ちょっと11番のグリノビッチと重なりましたね。あ、そうですか、むしろタランにもう任せ切った方が良かったでしょうね。あ、なるほどね、ややタラン中途半端なシュートでした。しかし1点を取ったことで燃えてきましたソビエト。
やっぱりスタンドのお客さんも、まあ、どちらが取るにしても点が入りませんとこうなかなか湧きませんよね、はい、まあ、非常に中はですね、両方力のこもった試合をやってるんですけども、やっぱり得点場面がないとそうです、ね、なかなか湧いてこないということですね、はい、さあこの1点でウルガイがますます元気づくか、ソビエトが燃えるか、まあ、ソビエトもこのままじゃ大人なんでしょうね、そうですね、はい、まあ、一応ベスト8進出を果たしていますが、はい、負けますと神戸の方に移動しなくてはなりません、はい、蹴りましたウルグアイの反則、はい、1点取られたソビエトがまたいい格好です、バックスタンドちょうど子供がたくさんおりますがその真っ只中に入りました、いやこのスタンドの子供たちもですね今のシュートなんかびっくりするでしょうねあのボールなんか、相当あのスピードありますからね、あやっと戻ってきました、ソビエトスローイン、長いスローインです、ウルガイがやっとクリアしました、1点を取りましてやや明るさの出てまいりましたウルグアイベンチです、まあ、ウルグアイの選手もほとんどこれ下村さんプロの選手なんですか、はい、まあ、そういうふうに考えていいと思いますね、ああ、選手によってはまだあの学生もいたりすると思いますけど ね、はいはい、一応その一部リーグの選手というふうに考えていいですね、はい、そうですか、したがって非常にまあレベルは高いですよね、うん、そうですね、ああやはりこうなんて言いますか試合慣れしてるっていう感じが強いですね、もうこれはあの非常に高いレベルの中でですね、ゲームをしてるということが身のそのこなし方といいますかね、そういったところによく伺えますね、さあウルガイがまたハーフウェイラインを越えました、左のパスにつながりません、バックパスしましたソビエト、後半まもなく30分が過ぎようとしております、ウルガイが後半25分に6番のマルティネスのシュートで1点を入れておりますが、さあどうでしょう、まだ生きています、コーナーキックに逃れましたか、ゴールキックですね、ゴールキックです、キーパーのウルグアイのキャプテンアルベスが倒れております、183cm 78kg キャプテンのアルベス、平均身長がウルグアイが 181cm、 ソビエトが 179cm、 どちらも長身のチームであります、まあ、日本の選手から見ますと本当羨ましいような体格ですね、そうですね、まあ、あれ我々東洋人から見ますともう大人の体なんですね、はい、そうですね、ところが、まあ、やっぱり彼の中、まあ、こう見ますと、はい、童顔ね、なるほどね、やっぱりちょっと甘さがあると、あそうですか、しかしもう我々から見ると大人の体という感じですね、はい、あそうですか、試合前なんか裸になって練習してみますとこの胸がものすごい分厚いですね、そうでしょうね、足の太いのはもちろんなんですがねいや今はねやはりこういった監督さんも言ってられるようなことで上半身も随分鍛えてますね、11番行きましたブエノ、まだボールを追っていますブエノですが、ゴールライン終わりました、コーナーキックです、10番のビエラ、そしてここでソビエトがメンバーチェンジです、14番のオフチンニコフを入れまして2番のヤヌチェフスキーを下げました、それから13番のストカシェフ、バイスキャプテンを入れまして7番のオレフィレンコを下げます、ソビエトです、もう一人なんですが先にプレーが行われるようです、今一人出てきておりましたね、はいはい、
そこで13番のストカシェフが入ります。そしてコーナーキックはウルガイ、1点をリードしているウルガイです。背番号7オレンジレンコに変わりまして13番ストカシェフが入りました。今のちょっと選手交代で紛れていたんですが、ああいうコーナーキック的なものあるんですね。そうですね、1点リードしとるということで、はい、悪く言えば時間稼ぎなんですね。あんまり、まだこの時間帯ですから、効果のない、まだ7分ぐらいありますからね。これはハーフウェイラインです。これであれですね、今のメンバー交代で13番が入ってきましたね、はい、一応これで、4-3-3 という形に、してくるんじゃないですかね。なるほど、2トップから今度は13番のストカシェフを入れまして、これで攻撃に厚みを増そうということですが、やっぱり負けれますからね、2トップでは人が足らんという、そうですか、考え方なんですね、はい。そのストカシェフがこちら側右のサイド、右のウィングの位置に出てきましたね。そうですね、ウルグアイの方が1人メンバーチェンジ、ソビエトは2人変えております。ソビエトボールをキープしています。カランにボールがつながりません。ソビエトボールです。右に振りたいところ、足が引っかかりました。ソビエトのフリーキック、残り時間が刻々少なくなりまして、あと6分。これがタラン、足技はなかなかくせ者、柔らかいですね。そうですね、8番が出ました。14番のオフチンニコ、ソビエトに反則。そしてソビエトのタランがちょっと痛そうです。この人です、10番、179cm、74kg と大きいんですが、なかなか柔らかい体です。ソビエトの10番、それからウルガイの9番、はい、マークされてますから、グランドで転ぶ回数が多くなります。なるほどね、そうするとそれだけその選手にとっては一つはこう名誉なことにもなるんでしょうかね。相手から恐れられているという証拠になるわけですね。全日本でもセンターフォワード薄井選手あたりが、もっともっと狙われるようになっているんですけどね。やはりね、勝とうと思えば体を張って止めてきますからね、やはりそれに耐える体力、それからそれによって腐らないような精神力ね、これを持つ必要がありますね、はい、やはりストライカーになろうと思いますね。なるほど、後半5分を切りました。あと5分ありません。ウルグアイが1点リードしています。またタランが倒されましたが、しかしケロッとして起き上がります。リードされているソビエトボール、ソビエトのフリーキック。さあソビエトとしてもこの辺から一つきっかけを作りたいですね。そうですね、中央から、これは直接狙いましたか。ちょっとまだ無理です ね、 これじゃね、ラデンコかけられました。手はなりません。カランからラデンコのバックパスが通りませんでした。しかしソビエトボールです。ウルグアイインターセプト。さあ陣形を立て直します。やはりこの辺が1点リードしているウルグアイの余裕でしょうかね。そうですね、キープ力ありますね、非常によく周りを見て、はい、ペースを落とすところからちゃんと落としてやってますね、はい、9番のパス、11番の変わったブエノ持ち込みます。残り時間があと3分となりました。勝った方が
準々決勝でこの三沢球技場で残って試合を行います。相手はポルトガルです。敗れますと神戸の方に行ってパラグアイと対戦しなくてはなりません。ソビエトボールです。カラン10番です。ソビエトのスローイン、また10番のカランが倒されましたが、しかしプレーは続いています。ホトカシュ、残り時間はあと2分。ウルグアイが1点リード。まあ、このゲームはあれですね、40分ハーフでやってるんですけども、これぐらいのレベルになるともう45分になっていいですね。です本当にここのところずっと1週間ほど試合見てきましたが、それは本当につくづく思いますね、はい、非常に短く感じますね。これからの5分のが本当に勝負のしどころですからね。あ、そうですか。まあ45分のゲームでもいいような感じがしますね。左側をパスが走ろうとしておりますが、そのパスにはボールが通りませんでした。ウルグアイ8番がバリオス、やや時間稼ぎ的です。あと手元の時計では1分です。残り時間は手元の時計ではあと1分少々。パスへつながりません。ソビエトのスローインです。さあ、ソビエトも残り時間が少ないんです。ここで何とかしたいところ。左に大きく振りますが、つながりません。ウルグアイのボールと変わります。ハーフラインを越えました。ここで反則がありましたが、その前にこちら側でソビエトの選手が1人倒れております。8番のバリオス、いや、失礼しました。6番ですかね。キャプテン、ドマンスキーですね。はい、足がつりましたか。タランも右サイドで。ああ、そうです ね、はい。まあ、今日はやや肌寒いんですが、今の気候は両チームにとってどうなんですか。これはもう非常にやりやすい気候ですね。そうですか。さて、その2人の選手も立ち上がりまして試合再開です。もう手元の時計は40分を切っておりますが、ロスタイムがあります。今ポルトガルのディアス君が時計を見ました。1対0、ウルグアイがリード。そしてここでホイッスル、試合終了です。1対0、ウルグアイが前回の雪辱を遂げました。 B グループの1位となりましたウルグアイ、この三沢球技場で9月の2日、 C グループ2位のポルトガルの対戦が決まりました。一方のソビエトはやはり9月の2日神戸でC グループ1位のパラグアイとの対戦が決まったわけであります。いや、ウルグアイの選手そして関係者が抱き合って喜んでおります。昨年敗れているだけで下村さん、はい、嬉しいんでしょうね。今日のゲームに勝ったというだけじゃない何かがありますね、はい、そういう感じですね。ああ、しかもこのウルグアイ、ソビエト、さらにアルゼンチン、こういったところはもう今大会の優勝候補の人でもあるわけですからね。ソビエトの選手は早々に引き上げておりますが、ウルグアイの選手がややちゃめっ気を出しまして、スタンドのお客さんに手を振って挨拶を行いました。後半の25分にウルグアイが6番のマルティネスのシュートを決めまして1点、その1点を守りきりまして、ま、宿敵と申し上げてよろしいでしょう、ソビエトを破りまして D グループの第1位を決めたわけであります。ベンタンコール監督が地元ウルグアイの放送局のインタビューを受けております。まあ、とにかく南米中でもこのウルグアイとかアルゼンチンはサッカーの本当に熱狂的なところだそうですね。そうですね、もう南米全体そうですからね。
特に今度の場合はウルガイ、まあ、優勝というものを目標に来ておりましてですね、はい、応援団もこうやって、駆けつけてる、それから放送局も来てる、今日の状況は、まあ、本国へ即刻送られてる、本国でもですねもう大喜びをしておるだろうということは、この前もう決勝ラウンドですか、はい、準決勝順々に進むことが決まった時に監督が言ってましたですね。今ちょうどウルガイは早朝時差が12時間あるそうですが、こんな早い時に放送を聞く人がいるのかって聞きましたら、もう好きな人はもう起きて聞いてるっていうふうですごい返事が返ってきましたね。まあウルガイ、そして南米のこのサッカーに対する、まあ、熱狂的なこの騒ぎというのが分かるような気もいたします。ねえ、もうこの方なんか最初から立ち上がって放送でしたからね。ウルガイが見事に B グループ、しかも前回優勝のソビエトを破ったということで喜びもひとしおのことがありましょう。さてそれではその後半25分にウルガイが挙げました1点、これは正面からのフリーキックだったですかね。まあ、3番のアラギッチが上がりましてね、はい、彼がロングシュートをする打つんじゃないかと思いましたら横へ流しました。楽しいですね、ちょっとご覧いただきましょう、左に6番のマルティネスがいるわけです、はい、今ちょっと画面に落ちてこれです。いいところ出しましたね、はい、そうですね、左脇腹のところ見事抜きました、はい、マルティネスのシュート、そしてもうアラギッチの実に素晴らしいパス、この2つが相まいましてウルガイが決勝の1点を挙げたわけであります。これは先ほどもおっしゃいましたが、やっぱりソビエトのチャノフゴールキーパーやむを得ませんですかね。これはまあちょっと止められないですね。依然としてこのウルグアイの中継放送してラジオの、これは放送席なんですが、熱狂的なファンが声援を続けております。今のVTR でご覧いただきましたようにウルガイが貴重な1点を後半25分に挙げております。なお大宮サッカー場の B グループ第1試合アルゼンチン対ポーランドは4対1前半3対1後半1対0でアルゼンチンがポーランドを破りまして、これでアルゼンチンが B グループのトップということになりまして、アルゼンチンは国立競技場での試合が決まったわけであります。ポーランド B グループの第2位のポーランドは大宮サッカー場でゲームが行うことになりました。まだ A グループの相手が決まっておりません。この後 B グループと D グループの第2試合がそれぞれ行われた翌日、明日の11時にまだ決まっておりません、チームの抽選が行われるわけであります。 A グループはスペインかアルジェリアです。そして C グループの方はすでにパラガイが1位、ポルトガルが2位と、これは決まっております。さて下村さん、はい、ウルガイとソビエト、ウルガイが、まあ、宿敵ソビエトを破りまして、はい、これで、ベスト8進出をもちろん果たしているんですが、相手がポルトガル、はい、サッカーのタイプとしてはどうなんですか。そうですね、まあ、ヨーロッパのチームですけども、やはり個人技の高い、はい、やや似通ったチームじゃないでしょうか。あ、そうですか。そうするとウルグアイにしてそれからソビエトにしても、まあ、優勝を狙うんですから、もちろん準々決勝で勝たなくてはいけませんが、それを破るだけの力っていうものは今日ご覧になった限りではいかがですか。どうでしょう、まあそれぞれですね、強豪が残っておりますんでね、なかなか、まあ両チームが必ず決勝へ出てくるというような、ことにはですね、はい、いかないんじゃないか。あ、そうですか。まだまだ苦戦は続くだろうということです。波乱があると思いますね、はい。今日のソビエトとウルガイ戦は解説全日本の監督の下村幸男さんでした。下村さんどうもありがとうございました。今ご覧いただいておりますのがこの後の NHK のテレビの放送予定でございます。それではこの辺で横浜市の三ツ沢球技場からお別れします。さようなら。